はい、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日はですね、ゴブリンのライブツアーについてのお話をしてみたいと思います。と言ってもですね、あの、ライブツアーの中身というよりもですね、あの、ゴブリン、なかなかですね、あの、10月23日から、えー、日本でですね、あの2日間あって、その後ですね、イタリア3カ所、えー、その後ですね、えーと、東ヨーロッパを中心にですね、 まあ、いろいろな国を、ま、巡るという形でのですねツアーが予定されているわけですけれども、えーと、やはりパンデミックですよね。パンデミックのことで,ですね。どこまで本当に実現するのかというところがですね、なかなか読めないところもあるんですけれども、えーとですねまあ、ちょっとそれについてですね、あの少しお話といいますか、ちょっとあのど,どうなるのかなというお話とですね、えー、ちょっとあの変わった角度からですね今回お話ししてみたいと思います。ということでですね、まあ、どういうお話をしようかというとですね、 あのまあアイドルの追っかけとかですねあ,のあれですよねあのアーティストの追っかけっていうのはなかなか時々ありますよね。あの例えば日本国内でもですね何、えー、ですかねあのあい,いろんな、まあ、国内ツアーがあって、まあ、国内20カ所とかね例えば札幌、えーまあ、と東京岩手東京とかね、えー、愛知とかっていろいろ、まあ、あのいろんなコンサート会場でですねツアーして回るというあのアーティスト多いと思うんですけれどもそれに。 一緒に行くと言いますかね、あのまあ、いわゆる追っかけという形でですね、まあ、何か所もですね、あの、まあ、ライブを見に行きたいとかね、生で見たいというファンがですね、ままあ一緒あの、まあ、いろんなとこを旅しながらですね、コンサートを回るというのも時々ありますよね。えー、ということでですね、まあ、ちょっとそれに基づいてちょっと今日はお話ししたいんですけれども、要するにゴブリンの追っかけというのをですね、まあ、ちょっと。 えーとまあ、シュミュレーションしてみようというのが今回のテーマなんですけどね。えー、ということでですねあの、まあ、ゴブリンをですねあの、まあ、日本国内とあのイタリア参加所そしてあの、えー、とドイツだとかブルガリアだとかですねルーマニアというところもずっと回っていくので,、えーとですねまあ、それに、まあ、同行するんではなくてですね本当に一ファンとして えーとですねまあ、国際的に追っかけをやってみたいなということでまあ、それのためのシミュレーションですよねちょっとあの計画を、まあ、ちょっと一緒に練ってみたいなと思います、まあ、実現するかというとねなかなか難しいと思うんですけれども、えー、と国内国外にこうねあの旅をしたりそのいろんな国に入っていくことがですねまあ、ちょっと現在もですね難しいと思うんですけどままああのーまあ、計画を立ててですねとりあえずこう なんですか、空想と言いますかね、あのまあ、シュミュレーションと言いますか、まあ、こういうふうになったらこうなるんじゃないかなというところでこうあの、いわゆるねあのイマジネーションを働かせてですね旅をしてみようということがまあ今回の趣旨なんですけれども、えーとまあ、ちょっと今日はです、ね、前半と言いますか、ですねイタリア3カ所回ってですねその後ドイツへ行っていろいろと回るわけですけども、ちょっと時間の関係でですねあのすごく長くなっちゃいますので、イタリア3カ所に行って今度ドイツ行く。 前までのところをですね、今回はお話ししたいと思います。ということでですね、もうちょっと最初にあのチャンネル登録のお話をしておかなきゃいけないんですけど、まあこんな形であの後半とかいくつかに分けてですね、あのこのお話進めていきたいと思ってますので、あのまだチャンネル登録を進めてない方はですね、ぜひぜひあのチャンネル登録をしていただければいいかなと、いいかなと言いますかですね、チャンネル登録をしていただくと、こう次のね、新しい更新がいあ,あればですね、あの、まあ お知らせがいくような形になると思いますのであの、ぜひですね、チャンネル登録をお願いしたいと思います。ということでですね、まあ、今回はあのゴブリンツアー2020秋のですね、えー、追っかけをやろうということで、まあ、その計画ですね、計画を一緒に練っていきたいと思っています。えー、まずですね、えー、と日本がこれ初回なんですよね、初回というかあのツアーのオープニングが日本から始まるということで、えー、10月の23日と10月の24日ですね、えー、こちらがあの、 神奈川のですね、川崎のクラブチッタで 2days という形になります。ということで、いつも恒例はですね、10月の,あのハロウィンですよね、ハロウィンの時にやってる恒例のツアーでですね、えーとまあ、映画のシンクロ上映とライブということでですね、えっ、ー、と、今まででですね、サスペリア、そしてあのサスペリアパート2、えー、とゾンビですね、そしてシャドウという形でずっと続いてきてるわけですけども、今回はですね、えー、とフェノミナなんですよね、ダリワール・ジャントの作品がずっと続いていてですね、 今回その中身の話はあんまりしないようにしますけれどもあの、えー、と10月23日が、えー、とフェノミナのシンクロライブとそのっ、ねえー、とが、まあ、ホラー映画の特集ということでホラー映画を中心にです、ねえー、ゴブリンの演奏が80分ほどあるということですね24日についてもです、ね、今度はやはり同じフェノミナをやってです、ね、そのっ、えー、とはダリュ・アルジェントの作品です、ね、のサントラを中心にです、ねあのまあ、演奏が80分ほどあるという形でいずれも夕方からですね えと開かれるとということになりしたがってですね、えー、と10月の2324ということで、えー、とまあ国内、まあ、東京近郊の方はですね、まあ、23日ということで泊まらなくても夕方来てもらえばいいかなということになると思うんですけどねあのまあ金曜日ですのでね少しなかなかねあの仕,事仕事終わってからでも間に合うかなというところなんですけどもちょっとギリギリだとね仕事をちょっと半日ぐらい休みと取らないといけないのかなというところもあるかと思いますけども、まあ、23日、まあ、ちょっと遠方からの場合はね23日 でも間に合うかなちょっと遠くからだとねあの朝一で出て夕方に間に合うとかってそんな感じになると思いますけども、まあ、23日、24日というふうに続きますので23日はですねあの、まあ、関東近辺の方はですね1回自宅に帰ってまた来るというのができるかもしれませんけどもあの、えー、と遠くと言いますかね比較的あのなんすか、ね、あの少し離れたところからの場合 からお越しいただく場合は23日まあ川崎近辺でしょうかねあのまあ東京でもいいんでしょうけど川崎近辺にまあ宿を取っていただいて23日川崎に泊くということですね24日もこれ、えー、と基本的にはですね夕方から夜ということになりますのでまあと帰るとまあ帰られる方は帰っていただくかまあ 遠くからの場合はね、24日もどこかに泊まった方がいいかなという感じしますので、あのやはり川崎あたりですかね、まあ、東京出てくるとかっていうことでも構わないと思いますけども、まあ、23、24はまあ川崎にまあ基本的に泊まるということで、まあ、こんな形でですね、えー、進めていきたいということになると思います。で、その後ですね、23、24が 2days 日本であったんですけども、その後ですねあの、ライブは続くわけですけども、ライブがですね、今度はのイタリアですね、イタリアが3カ所あります。ということで、まあ、のイタリアのですねライブを見に行こうということなんですよね。 ということで、あの次のライブがですね、24日のライブの後が今度は10月30日ですね。10月30日がミラノの近くのですね、えっ、ー、と、スロータークラブというところ、まあそういうライブハウスでやるわけですけれども、えっ、ー、と、こちらですね、あの、えっ、ー、とですね、少し時間がありますので、まあ成田からですかね、成田から、えっ、ー、と、ミラノにとりあえず行くということで、 考えなないいないといいいとととけうことになりますでまああの本数もですね今の状況だとまあ、多くないと思うんですけどまあ、成田からミラノの、えー、まあ途中でトランジットがあるところもあるしでしょあ,あるかもしれませんしまあミラノ直行というのもあるのかもしれませんけれどもまあ成田からミラノへフライトをするという形で、まあ、ミラノにねしばらくいるという形になると思います。24日かかかららでですののねねままあ、東京からまあいつか、ね、あの るるべき日を選んでいいただいてミラノに移動するという形になるとと思いいますということで、まあ、とりあえずですね、10月30日にこのイタリアのツアーが3カ所始まるわけなので、まあ、とりあえず10月30日にミラノ・マルペンサ空港に到着したというところからですね、ちょっとその予定をですね、考えていきたいと思います。ということでですね、まあ、ミラノ・マルペンサ空港というのと、あのミラノの中央といいますかね、ミラノの市内と少し離れてますので、まずですね、そこをあの、 えと電車で移動するという形になります。ということは、あのミラノ・マルペンサからですね、えー、とまずですね、ミラノの中心の方に行くんですけど、ミラノ・ボビザというところにまず進んでいただくということで、電車でですね、これあの30分ぐらいであの行きます。あの日本でいうとあの、成田でいうと、成田エクスプレスってありますよね。でローマだとのレ、レオナルドエクスプレスというのがあってですね、そこにですね、えー、と電車がね、こうミラノ、 中央駅までこう電車が走ってるわけですけども、ミラノ・ボビサで降りていただくということで、えー、と途中でですね、あのまあ、その直行といいますか、この急行で行くとですね、30分ぐらいでミラノ・ボビサに着きます。で途中、ブストアル・スイツヨというところとかですね、まあ、2カ所ぐらい止まっていくわけですけども、えー、とちょうどですね、ブストア,ブストアル・スイツヨというのはあれなんですよね、あのダリュア・ルジェントの関係で言うとですねあの、ルイズ・コッツィですね、ルイズ・コッツィの出身地なんですよね。 別にルイージコッツィの出身地がベストアルツイスよだというふうに分かったからと何も偉なくないかもしれませんけどね。えー、ということでですね、あのまあ、ちょっとそういうことをちょっと、あーっとこうね、ベストアルツイスよってったら、まあルイージコッツィがそこで生まれたんだななんて忍びながらですね、まあ、移動していただければいいかなということになります。で、ミラノ・ボビサーで、ここで乗り換えてですね、今度ですね、えー、っと13分くらいですかね、まあ、ちょっと,、えー、っと乗り換えに少し時間かかるかもしれませんけど、えー パラッソーロミラネーゼという駅があるんですけれどもそこまで進んでいただくということですそうするとですねこのライブハウスの近くですね、まあ、東京県内に行きますので、えーとまあ、そこまで進んでいただいてですねそこであの、えー、とナイトクラブのですねこ,れパあのこの辺はですねパベルノ・ドゥニャーノという、まあ、地区なんですけれどもそこですかねそこであの、えー、とスロータークラブという、まあ、あのライブハウスがありますのでそこでねあのゴブリンがあの まずスタートすると、イタリアのツアーですね、最初はスタートするということになります。えー、と大きさ的にはですね、あのえー、とまあ中規模のライブハウスですで、ねまああのあね、クラブチッターってかなり大きくてですね、まあ、ライブハウスというよりはもう本当にコンサート会場ぐらいのねレベルのかなり広い会場ですけれども、まあ、そこまでクラブチッターよりはまあ相当小さいと言いますかね、まあ、一般にあるあの、えー、とまあ食事の出るような、何ですかね、食事の が取れての飲んだりできたりするようなあのライブハウスってありますよね、一般なね。まあ、そのくらいの大きさですよね。ということで、あのまあ、ここがですねあの、地方の、地方と言いますかね、まあ、例えば日本でも、まあ、東京とかではなくて、あの近郊にあるねライブハウスって、もう至るところにあると思いますけど、まあ、そんな感じのですね、ところですね。ということで、えーと、ミラノからは、まあ、ちょっと少し時間、あのなんですかね、あの30分くらいかかるところなんですけれども、 まあそこでですね、あの、まあのま堪能していただくということですかね、あの、えー、いうことで、まああのどんな曲になるのかっていうのがあると思うんですけど、まあ、あの現場ですからね、しゃべりはまあ英語じゃなくて、イタリア語でずっとしゃべるような感じになると思いますけどね、まあ基本的に音楽をね、聞くということで、まあ、ここでね、あのパデルのドニアーノの雰囲気をこう堪能するということになりますよね。で、泊まるが、やっぱりミラノに行くと、やっぱり遅くなるんですよね、あの基本的にこう夕方っていうか、夜、 あのイタリアのなんですかねあのイベントってだいたい9時ぐらいとか9時過ぎから始まりますよね。であのいいわゆるこういうライブハウスもです、ね、あのなんですすねあのかオープンが9時とか夜のだから21時ですよね、まあ、そのぐらいから始まるというところは結構ありますのでねで、えー、っと1時ぐらいまでやるということが多いですよね。ということになると、ですね、えー、っとやはりこう帰りがちょっと厳しいのでやっぱりこう1時過ぎとかになっちゃうんですよね。なのでこのでこ やはり止まるとするとですねこのパデルのドゥニアノのどこか周辺ですかね、周辺にこう宿を取って止まるという形になると思いますねまあちょっと、まあ、ょ初回のね余韻に浸りながらですねパデルのドゥニアノにま止まるという形ですね。ですからこう大きくねミラノの雰囲ミラノの近辺をねこれ味わうという形ですよね。でえー、とこの後、なんでですねまあ、そこで余韻でこうゆっくりしちゃうとですね翌日に間に合わなくなるので、次がですね10月30日がこの、えー スロローータークラブパデルのドゥネアロなんですけども次の日もあるんですよね。次の日がですね、今度どこにあるかというと、ミラノではなくて、ずっと行きますがミラノから離れてですね、えー、っとですねトリエステっていうことで、ですねちょっとあの地図を見ていただくと分かると思うんですけれども、ずっとこっちの日が日が東側なんですよね、東側にガーッと移動しなきゃいけないので、ちょっと朝早く起きないと、ちょっと間に合わないということになりますよね。で、大体あのこちらのですね、スロータークラブから次の会場のティアで、 ティアレショッピングセンターというところまではだいたい合わせると7時間ぐらいあの移動でかかりますのであのか,なりはかなりというかね朝一でこう移動するような感じになるかと思いますね。ということで、えー、と翌日ですね10月31日になったらですね、えー、と今度ですねあの、まあ、あのパネルのドゥニャーノでやったらとりあえずですねあのミラノに向かうということでですねミラノ中央駅に向かうということになります。ということであの まあさっき来た道をちょっと逆に動くということで、まあ、あのパラッゾーロ・ミラネーゼにまず行きますねあの歩くというかねあの行きますそうしたらですね、えー、とこちらのです、ね、ミラノ・ボビさんにまあ向かうということでまあ、15分ぐらいですかね、まあ、13分ぐらいでミラノ・ボビさんに行ってですね今度ですねそこからあのどこに行くかというとミラノ中央駅に行くということでやっぱりこう ミラノのね一番大きな駅でミラノ・チェントラーレという駅なんですけどねあのよくあの映画とかにも出てくるってうんですかねこうドーム型でこうねあのそこは有名ですけどねあのまあ、終着駅な形になってますんでね電車がこうガチャッと止まってこう上にこう、まあ、屋根がついてるね駅ということでまあ、すごくねあの映画映えといいますかねすごく見晴らしのいいといいますかこうカメラカメラのねすごく あのカメラ写りのいい駅なんですけど、ミラノ中央駅、ミラノチェントラルにまず行きますよということです。でそこからですね、えー、とちょっと長距離で移動するということで、ですねこう東側にガーッと行くわけですけども、えー、とこのちょっとこれが長い駅なんです駅名なんですけどね、えー、チェルビニャーイアクイレイヤ・アイイアグラードという駅があるんですけども、そこまでこうガーッといきますね。あの大体いい3時間40分ということで、まあ,あの 新幹線だとどのぐらいかなというと東京と広島が4時間ぐらいなのであの広島のところで4時間です、まあ、新幹線ですから早いですけどね、鈍、ま、行、あ、で行きますのでね、それほど、まあ、新幹線よりかなりゆ緩いのでね、そ,そんなに距離を離れているわけではないんですけれども。 えとまあ,あのそこにですすねね時間40分かけていいくととうことになります、ね、でそこの駅からですねえー、と今度はこうバスで行くというような形になりますけどバスでだいたい40分ぐらいですかねあのまあ、ちょっといくつか乗り換えてもらってですね、えー、と行くということになりますでこのティアーレショッピングというのはこれショッピングセンターですねあの、えー、といわゆるこう商業都市商業空間というか日本で言うと何ですかねあの えーとイオンモールとかってありますよね。あのそんな感じのところでですね、あのちょうどですねテアレショッピングのところにあの、まあ、複合施設でですね、IKEA、えー、ですね、あのまあ、家具のね、IKEA が入ってるんで、あのなんとなくイメージつくと思うんですけど、IKEA ってこう結構大きいですよね、あの店舗自体がね、あの床面積が広いですけれども、まあ、そこが入ってるということで、かなりですね大規模なショッピングセンターなんですけども、そこ,でそこの中でですね、えー、とこれあのゴブリン。 のライブがあるそうなんですよね。ちょっとこの具体的にどんなとこかなということで、写真を見ていただくとなんとなくお分かりになるかと思いますけれども、まあそこでやるということですね。まあ意見がのそこでがあの、ビッレッセという場所なんですけれども、ビッレッセですね。えっ、ー、と、この、ですのでね、まあゴブリンはそこで堪能して、ショッピングセンターだとちょっと郊外型なんで、その周りにですね、あのまあ泊まるということを考えると少しないんですよね。なので少し歩いていただいてですね、えっ、ー、と、まあちょ、 そのビンレッセの街ですね、街に行くと、何箇所かですねホテルがありますので、まあ、そこで予約をまず入れておいて、ですねそこに泊まるというのがいいのかなという形ですね。あのですので、あんまりこれ、ですねビンレッセの観光とかはあんまりできないかなというところがあるかと思いますけどね、ね本当にこうコンサートを2日目を見て、ですね、まあ、ちょっととりあえず泊まるということですかね。まあ、これも遅,遅い感じですよね。 えということでまあ夜はもう本当にねあの寝るだけになっちゃうかもしれません。そしてですねまた次の日にまたコンサートあるんですね。ちょっとタフですよね。ということで10月30日11月31日あ10月30日10月31日そしてえっ、ー、と次の11月1日もですねライブがあります。今度はですねどこへ行くかというとえっ、ー、と今度左側でしたけど今度下ですよね。あのフィレンツェの近くにあるところのライブ会場に。 移動すするとととといいいいううこここですので、で、のまあこれかなななりね、あの重音無に走らなきゃけ今度はですね、サーカスクラブというあの、まあ、スカンディッチというあのフレンツェの近くの、えー、とライブ会場ですね。まあ、こちらも、えーと、ちょっとね、雰囲気はあの小規模な、ね、小規模というか中小規模のライブハウスなんですけれども、まあ、そこでやるということで、まあ、この行き方ですけどもね、まあ、ここもちょっと少し、えー、と早起きといいますか、ね、できるだけ早く電車に乗った方がいいと思うんですけども、まずですね、 えっと、ティアレショッピングから、まあ、ビレッセで止まってですね。まずね、トリエステ空港駅というところに移動するということになります。で、トリエステ空港、まあ、トリエステって名前はね、有名ですよね。あの、こちらの、なんっすか。えっ、ー、と、まあ。長靴、イタリアの長靴で行くと、こう。北イタリアの、こう。なんっすかね、あの、東側と言いますかね、もう、国境,境境みたいなところですかね。そこでですね、あの、パドバですね、パドバにまず移動していただくというのが一番、こう、この。 朝早い場合はね、いいかなと思います。で、パドバまではですね、えっと、1時間40分程度ですね、で行きます。まあ、1時間半ちょっとぐらいですね。それで、パドバからですね、パドバ経由で、えー、今度はですね、フィレンツェに、まあ、動くということですね。もうフィレンツェはもうね、もう、すごくね、あの、わかりやすい都市なんでわかりになると思いますけど、まあ、トリエステ、パドバ、フィレンツェで、えっと、パドバからフィレンツェまではだいたい1時間40分ぐらいということで、まあ、こちらもですね、電車に乗り継いでいただいて、 行くとでフィレンツェ、えー、とサンタマリア・ノベッラという駅なんですけどもあのフィレンツェで一番大きいといいますか一番メジャーな、ね、駅ですよね、えー、サンタマリア・ノベッラ、まあ、フィレあのステーションといえばステーションというかスタジオレっていえばこうサンタマリア・ノベッラということになりますので、まあ、そこまで行くということですね、まあ、この近郊あのサンタマリア・ノベッラ駅の周辺はもう本当に繁華街というかすごく栄えてますのでねあの、まあ、ここで降りるかというと ちょっと時間の関係で降りられないのかもしれませんそこからロ,ローカル線ですねこう、まあ、主要幹線が、まあ、ここまでパドボから来ますのでそこからちょっとローカル線に乗り換えてですね、えー、とビラコスタンザというところに進んでいただくということになりますでそこまでが、えー、と20分ぐらいですかね20分あればあのビラコスタンザまで行きますそこからですねバスに乗るということでバスで5分ぐらいですかねあの、まあ、歩けないこともないんでしょうけどもねあのバスにうまく乗れた方が、まあ、楽ですよねでそこでニュートン の03というところで降りていただくそこのフェルマータっていいますかね定流所で降りていただくという形になります、えー、とそうするとですねまあニュートンって名前があると思うんですけどこれはあの万有引力の法則のねニュートンであのアイザックニュートンから取られてるというかあのビア・イ,サッアイザックニュートンっていうかねあのその辺の地名がですねあのアイザックニュートン通りっていうのがあるんですけどね、まあ、そこの、えー、と03という定流所にで降りていただくと、まあ、そこからすぐですねそこにあるのがあのサーカスクラブという、えーと ライブハウスなんですけどね、まあ、そこであのゴブリンが3日目でね、イタリアの国内ツアーで3日目のですね、えー、ライブをここで行うということですので、えー、とまあここでまた堪能していただくということで、まあ、どういう曲数になるのかね、あ,のあれですけど、いろいろとね、旅をしながらゴブリンの曲を夜は聴くということで、生で聴くというのがなかなかいいわけですね。で、ここはですね、あのスカンディッチという場所なので、まあ、スカンディッチにもあのホテルはありますね。で、えっ、ー、と、フィレンツェから近いといってもですね、あのやっぱり、 フィレンツェからスカンディッチまでやっぱり45分から1時間ぐらい電車でかかりますしこれ夜ですのでねやっぱり移動するのがちょっと交通手段が車で行くとかしかないような感じしますのでやっぱりこうス,カスカンディッチで泊まっていただくということでもうこのサーカスクラブの近辺ですかね、まあ、いくつかちょあの近辺というかこう何ですかねその中心のところにはですねあのホテルがありますので、まあ、そこに泊まるのが一番いいかなと思いますなかなかねおしゃれなところもあるみたいなので あのスカンディッチに予約を入れるということになるかと思いますね。で、11月1日はスカンディッチに泊まるということになります。そしてですね、えっ、ー、とその後なんですけども、えー、とそれで国内イタリア国内終わりでですね。その後ですね、えっ、ー、と11月1日がこのスカンディッチのサーカスクラブですけども、その後ですね、国外に出るんですけども、えっ、ー、とその国外ツアーのですね、えっ、ー、と初日が11月12日ですね。11月12日のあの。 ベルリンですね。ベルリンということになりますので、まあ、これで追っかけをやるためにはですね、このスカンディッチから、まあ、大体11日ありますよね。だから、まあ、1週間以上ね、あの次のところ行くまでありますので、まあ、基本的にはどうやって過ごすかというと、まあ、フィレンツェですかね。フィレンツェはいろいろですね、あの、スタンダールシンドロームの、えー、ロケ地ですので、あの、フィッツィ美術館とかですね、ありますしですね、まあ、いろんなところありますのでね、あの、えー、フィレンツェですね。あとなんかあれですかね、あの、 ダリア・アルジェント関係でいうとあのダリア・ニュコロディのねあの生まれがあのフィレンツェ近郊のですねあのベルロズ・グアルトというところなんでですねちょっとベルロズ・グアルトってもう中心街から少し離れている場所なんですけど結構いい場所でですね、えー、っとなかなかねあの,のどかな 丘の上なんですけども歩いていくとちょっときついと思うんですけど、うまくねあの、バスとか乗り継いでいけばいいかなと思います。で、えっ、ー、と、ベルズグワルド自体はちょっとこう歩きです。あそこバス通ってなかったかなと思いますのでね、あのまあ、歩少し歩くんですけれども、えっ、ー、と、まあ,あの、いい場所だと思いますのでねあの、行っていただいても面白いかと思いますね。あと、フィレンツェはですね、いろいろな、こう、あのやっぱりスタンダールシンドルを見ていただくと、まあ、いろんなね、あの、面白いところがありますのでね、あのまあ、美術館だけでも、 価値がありますしねあのそういう形でですね過ごしていただいていくというのがいいかなと思います。で、11月1 1日がドイツなので、まあ、ドイツだとするとですね、まあ、早めに、あれですかね、あのフィレンツェからまあドイツに移動して、まあ、そこで10日ぐらいありますので、まあ、フィレンツェを数字しか見て、その後ドイツ行くという手もありますねドイツだとですね。 ちょうどサスペリアのね、あのまあ、ロケ地がミュンヘンとかですね、いろいろありますので、そこら辺を見学といいますかね、いろいろと観光してですね、あのベルリンに、11月12日のベルリンのコンサートを見るという形も面白いかなと思いますので、私だったらこうちょっと数日間フィレンツェにとどま,まってですね、その後ちょっと,、えー、と早めにですね、ドイツに行ってですね、あのまあ、ドイツのねあの、なんすかね、ダニエルが殺された場所のロケ地だとかですね、その辺を少し見学したり、あとはあれですかね、サスペリアの 館ですよねあの赤い館の原型となった場所とかですね、いろいろと面白いところがあるので、あとあれですかね、あの誰がこがビンタダンスやってたの、ミュンヘンのね、あのビアホールね、ホフトブロイハウスっていうのもありますし、まああのいろんなところあの飽きないと思いますので、あのまず先に入っておいて、11月12日を待つというやり方もあると思いますね。はいということでですね、まあ、ちょっとこの先は少し あのまた後のね、他の動画でお話ししたいと思いますので、まあ、今回はですね、えーと、日本国内とですね、あのイタリア参加者の生き方ということでですね、少しお話ししました。まあ、実際これは本当にこう国内を移動できるかどうかというところが、非常に今年は厳しいと思うんですけども、まあ、とりあえずシミュレーションですね、シミュレーションしておくとですね、いろいろとこう想像の翼が働いてですね、まあ、こうやって追っかけて追っかけてるという、追っかけられるというかですね、そんな雰囲気を味わえるんではないかと思います。ということで、引き続きですね、今度は次はですね、あの えとドイツ入ってですねその後、まあ諸外国いくつかの国を回っていくところをですね少しお話ししたいと思います、えーとまあ、日本2日間ですねそして、えー、とイタリアですね、えー、とイタリアがですね、えー、とパデルのドゥニアノとですねヴィデッセそしてスカンディッチという、まあ、3カ所を巡ったということになりますけども引き続きです、ね、今度は国外ツアーということになりますということでですね、まあ、今回はですね、えーとまあ、国外ということで、まあ、イタリアを出てですね えとまあ、ドイツから入るわけですけど、まあ、その辺のです、ね、道のりをこう一緒にツアーに同行すると言いますかねあのあのゴブリンの追っかけをやってみたいと思います。ということで、えー、とまずですね、えー、と10月えじゃなくて11月1日がです、ね、イタリアのスカンディッチでしたけれども少し余裕があってですね えとまあ、そこからドイツへ行くという形になるんですけれども、えーと、初日がです、ね、ドイツの、国外ツアーの初日は11月12日のドイツということになります。ということで、とりあえずです、ねあのまあ、最終のところがフィレンツェでしたので、フィレンツェからです、ねえー、ドイツへ向かっていくというやり方をです、ね、行きたいとも一緒に行きたいと思います。ということで、フィレンツェとサンタマリアノベッラというあの中央駅ですよねあの。フィレンツェの駅 からですねまずですねどうやって行こうかなという,うに考えるんですけどフィレンツェからですねあのまずですねヴェローナですねヴェローナにまず向かうということ1時間半ちょっとでですねヴェローナのポルタノーバということでここからが少しですねあのまあ、国外にまあ,あのイタリアからドイツへね行くという形になります少し時間かかりますで電車で行くという形でコトコト行くわけですけどヴェローナからミュンヘンですねもう一気にミュンヘンということでミュンヘンの中央駅というところで5時間25分ですからまあ5時間半ですから どううでしょうかねまあ、日本で言うと新幹線って東京から、えー、と博多ぐらいまで行っちゃう感じでしょうかねまあ、そんな感じで、まあ、新幹線早いですからねあのまあ、ただそれだけ乗るということになりますよねということで、まあ、5時間半ぐらいでミュンヘン中央駅に行くということになりますでそこからですねえっ、ー、ともう基本的にはですねあのそれほど遠くないという形になりますけどベルリンにね移動するということです。ドねす クレウスというところに行ってですね、まあ、そこまであの電車で行くということになります。で、その後ですね、これ S プラス U っていうんですかね、フランクフルターアリーズというところまで、まあ、17分で行きますけれども、そこから歩いていくとですね、えーとまあ、目的のですね、ディスコテックっていうか、あのまあ、ライブハウスですね、ライブハウスがあります。ヌーククラブというところなんですけれども、まあ、こちらもですね、あのまあ、ディスコも一緒にやってるようなところですので、えーとまあ、ライブハウスなんですけどね、まあ、日本でいうとやはり、 えーな,んま、なんですかね、あの要するにあのクラブチッターとかほど大きくなくて、ですね、まあ、通常のなんですか、ね、大阪であるようなあの大阪だとか、まあ、いろんな主要都市にあるようなです、ねまあ、いわゆるこう普通のですね、えー、っと少しあの中規模の,です、ね、あのライブハウスということになります。ですので、ねまああの、かなりこう接近しているというかですねそんな形の。 会場でですのでねあのねあこう見上げるというかね、こう遠くで見るという形ではなくてですね、まあかなりこうね柵があってこう近くで見るような感じのところなんですけどね、まあ、ベルジベルリンですね、まあやっとベルリンに到着するという形でですね、えー、っとまあ11月12日はベルリンでまあと滞在しつつですね、まあ、ここでヌーククラブであのゴブリンのコンサートをまあ見るという形になりますね、ちょっとあのどういう曲になるのかってありますけど、まあ、ドイツだとね、やっぱりこうサスペリアがドイツで取られてますのでね、あのミュンフェンで取られたり、あの フライブルグとかですねまあいろんなところで撮られてるんでこう多分なんかねドイツであればねこうサスペリアがもうちょっとフ,ィあのフューチャーされてもいいかなっていう感じがちょっとね空想しますけどねまあ全然違ったりするかもしれませんけどまあ、とりあえずですねあのドイツということでですねあのベルリンでやりますのでまあ、ちょっとベドイツだとちょっとあんまり遅くないのかどうかっていうのはちょっと。 何時からというのかねちょっと読めないんですけれどもベルリンですのでねベルリンにとりあえず泊まるというかねそんな形でいいと思いますということでベルリンに滞在してですねベルリンだとどうでしょうかね、まあ、いろんなねやっぱりこう観光地はたくさんありますのでねえー、と 見ていいいいくととうう形でいいと思うんで思んすけどただですねこれ翌日がありますので、ね、翌日また移動しなきゃいけないので、まあ、ベルリンも本当は何,何泊かしてですねいろいろとこう見るとかねいろんなこう歴史上のものだとかですねいろいろなものがあるんですけども、まあ、ちょっとゴブリンを追っかけるという観点からするとベルリンもこうと特にですねイタリアからこの日にですねまあかなりえっ、ー、とかなりの時間をかけてきてますからあのもうちょっと疲れはねだいぶ溜まってると思うんですけども、まあんまりベルリンをね 見る暇もなくですね今度こうだからドイツは1日しかないんですよね1日でもパッとこうそのまま次のところに行くという形になるかと思いますということで12日の次の13日ですね13日が今度はポーランドなんですよねこうですからね13日14日もあのこれあのあれですねあのポーランドなんですけどねまあ 今回はですね、ポーランド2日ということになりますのでねあの、ポーランドちょっと重視ということになります。ということで、えっと、13日の、まあ、これも朝行かないとなかなか間に合わないという形になりますのでね、あのポーランドへ出発ということで、えっとまあ、来た道をちょっとまたが逆行するという形で、STU フランクフルターアリーというんですかね、まあ、そこまで行って、今度は先ほどのですね、ベルリン、スッド、えー、クレウスというところまで、まあ、行くということになります。そうするとですね、今度はですね、 えとドイツからポーランドへ行くんですが、まあ、電車で行くということもあるんですが基本的には,です、ね、これはのバスで行くの方がやっぱがいいかなということで、えー、とポーランドへはです、ね、このバスで、ね、行くということにしたいと思いますでベルリンからです、ね、バス、今度も長いんですよね、まあ、6時間50分ということで、まあ、休憩はあるんだと思うんですけどなかなかまあ7時間ぐらいバスに乗るということになるとです、ねまあまあ、日本でもあれですかねあの夜,間夜行バスと言いますかねあの 中距離バスはこうね時間かかったりずっと乗るような形になりますけれどもあのポーランド行きの,、ね、のバスに乗ってですね、えー、と6時間50分で今度、コトワイスというんですかねちょっと発音があれですけどあのまずコトワイスの、えー、バスステーションというところですねあの、まあ、要するにターミナルステーションみたいなのところ、ね、がですねあの、えー、とポーランドにありますのでまずそこに向かってもらうということになりますそしてですねそこから今度電車になるんですよね、えーとえー、とワイス カトワイスの今度はバスステーションと駅ですよね。まあ、東京でも、ね、あの新宿のバスタっていうバスタ新宿っていうのもありますし新宿駅っていうのもありますよね。ということであとまあ東京駅でもです、ね、東京の何ですかね東京駅もあるしその前にですね、えー、とバスターミナルが、ね、あるということで、まあ、ち地下鉄ではなくてあの鉄道駅とバスの、えー、とターミナルっていうのはなかなか隣接してありますので、まあ、ここもですねカトワイスというバスステーションからバスに乗ってもらって今度は電車ですよね。えー、カトワイス駅に。 行くとそうするとですね。まあ,あのこのえっ、ー、とですね。ポーランドの最初の目的地のですねえー。ビエビエルスコビアワというね。あのリップリックってうんですかね。あのビエルスコビアラニップ肉駅というところにまあ、約54分ですから1時間弱でですね。到着するということになります。で、そこから歩いてね。ここまあ、東京圏内なんですけども7分程度でですね。えっ、ー、と。 今度はですねポーランドの第一のですねライブ会場ですので,です、ね、ルードボーイクラブというか、まあ、ルードボーイですねあのいうことでですねここのライブ会場に到着するという形になりますね。まあここも何となくねあの写真見ていただくと分かると思うんですけどちょっとこうおしゃれな感じですかね、まあ、ただですねあの、まあ、ちょっといろいろとこうネットを見るとね賛否両論という感じでですね、まあ、食事も出るんですけど美味しいって言ったりですねあの態度が悪いって言ったりねなかなかまあライブ人によってねあ,のあると思うんですけど、まあ、ちょっとワルシャワ とというワルシャーと言いう言ますかポーランドに来るとねあの独特の雰囲気ですよねこうなんつうか、ね、あ,のあの日本みたいにねこうき綺麗とかねそういうこうきらびやかな感じというもちょっとどちらど独特のねあの東ヨーロッパの雰囲気ってあると思うんですよね。あの会場とかですねそういうあのちょっと古,ふ古びた感じっていうんですかねまあそんなのがある会場だということでですねまああのどういうと,ところなのかなということですね。まあ、でここでゴブリンがですねあの演奏するということでポーランドでですね演奏するというのはどうなる感じなのかなっていうのがちょっと期待 モということでまあなんかねちょっとイメージがねポーランドって皆さん行ったことがある方もいら,るいらっしゃると思うんですけどなんとなくねあのイメージ的にポーランド映画のイメージが強いと思うんですよねなのでどっちかっていうと硬いと言いますかねあのなんですかね本当にあに<の>アンジャイ・ワイダーの世界とかねあのそういうような。 雰囲気を、ね、醸し出し出てるようなイメージがねあの、まあ、日本人にもありますよねポーランド映画祭とかの上映作品とかを見るとねでも実際どうなのかなっていうのがあの要するにこういうねあのライブということでまあほにポーランド人のです、ね、日常みたいなところをね見ていくのが面白いかなと思いますまあ若者っていうのはどこの国でもです、ね、同じだと思う若者ではないかなでもゴブリンのファンってどちらかというとねあのやはりアルジェントと共に歩いてくれているから、まあ、少し年齢層高いと思いますけどねあのまあその辺はねあの 同じだなという感じがしますのであのあくまでもこの何て言うかなあのいわゆるこのポーランド映画のイメージとはだいぶ違うんではないかなという気がしますということでビエルスコビアワにですの、ね、ルードボーイにまず行くということでまぁ、あ、ここも泊まるとするとやっぱりこれでしょうねビエルスコビアワのふんまあ、周りにですねホテルを取ってもらうというかですねそんな形になるかと思いますね、えー、まあホテルもなんかちょっと どういうホテルがあるのかなっていうのはねあのいろいろと探していただければですねあると思いますのでまあ、ちょっと1泊ですねまあ、夜ということになると思いますのでま1、あ、泊をするということですでその後また動かなきゃいけないんですよね、まあ、今度はですねただですねあのえっ、ー、とポーランド内の移動ということですが、まあ、国をまたがないので比較的、まあ、気楽に動くということなんですがまあ、ただですねあの時間的には少しかかるので例えば大阪と 大阪行行って東京行くとかねそんなようなイメージで考えてもらえばいいと思うんでまあそれなりに距離はあるんですよね。ということで今度はですねえっとえっと、ワルシャワですねあのポーランドのワルシャワに今度はビエ,ルビエルスコビアワからワルシャワということでですねまあ、やっぱりこう大都会に行くわけですよね。ということで今度はです、ね、ビエルスコビアラリプティリリプ、えっと、リプニックか、ね、そういうかねそこに行ってですね、えー、まあそこからですね、えー、先ほどのですねカトワイス というところまで、1、まあ、1時間今日で、ね、1時間間8分で行きますでそこからですね、やっぱり2時間42分ですから、まあ3時間弱ですかね、2時間45分ぐらいかけて、ワルシャワの東駅というところに行きます。もうなんかこう、ワルシャワって言葉を聞くとですね、イメージがなんとなくね、雰囲気あると思うんですけども、そこからですね、えー、とワルシャワの東駅に行ったら、今度はバスでですね、えー、とストレゼレッ,レックっていうんですかね、ちょっと言葉はねあの、この辺の言葉がなかなか分かりづらいんですけど、そこに行ってですね、今度はですね、 えとクラブなんですっね、えー、とワルシャにあるクラブなんですけどもクラブハイドロザガ、えー、ザーガードかっていうんですかねすいませんちょっともしかするとポーランド語詳しい方は全然違うよっていうふうにおっしゃる方がいると思うんですけどちょっとあのローマ字読みしますよねクラブでもあ,のあれですよねあの英語のクラブだとこういうね CLUB ですけどもこれがあれですか KLUB っていうんですかねあのいわゆるポーランド語だと 言うとですねちょっとこの言葉があれなんですけども、まあ、こんなこ形でですねクラブハイドロザガとかってうんですかね、まあ、ちょっとそういうところの,あのクラブに行くということで、まあ、こちらもですね、えーとまあ、ちょっと雰囲気はね,あのなんすかねあの写真とかで把握すると、まあ、こういう方見えるとこだと思うんですけど、まあ、こういった形で,です、ね、クラブでこれ今度ここはワルシャワですねワルシャワに、まあ、でここで堪能するということですね。なななかかかでですすねねポーランドのなんすか、ね、そのんそ あのライブっていうのはねなかなか面白いところだと思うんですけどね。えー、ということで、えー、とここでですね、えーとえー、一泊ですかねワルシャワだとですね比較的大きなホテル、えー、とたくさんあってです、ねまあ、高級なホテルですよねあのホテルの、まあ、例えば何ですかねそのヒルトンだとかそういうあの著名といいますかねあの世界的な,あのなんいわゆるホテルグループもあると思いますしですね、まあ、あのそこそこのところもビジネスホテル系のところもあると思いますのでね、えーとまあ、ただ一泊しかしないんでねあんまり高いところっていうのもちょっときあのい もっっったいないいいななかて感じしますすすででゆっくり滞在するならいいんですけどね、えー、とワルシャワも何泊本当はしたいですけれどもまあ翌日ですね今度はあの11月15日ということで今度はですねチェコのプラハに行かなきゃいけないので、えー、とやっぱりこうワルシャワもですねあんまりゆっくりできないので、まあ、さらっと見るという感じでしょうかねまあ、そんな形になりますということでですね、えー、と,とりあえずですねクラブ のこのねあのワルシャワに泊まった後は次ですね、えー、とプラハへ行きたいと思いますけれどもですね。ということで、えー、と11月15日ということで、まあ、11月14日のポーランドからですね、まあ、翌日がもうチェコということでですね、も、ま、う、あ、トントンとですね、まあ、東ヨーロッパをこうずっと行くという形になります。ということで、あのワルシャワからスタートということで、えー、と11月15日はどういう形で行くかということをね、少しいろいろと考えてみたいと思いますけれども、まずワルシャワの、えー、と東駅ですよね、東駅にまず行くということになります。で、そこからですね、えっ、ー、と、これもあの、 えーとまあ公共交通機関でいきますちょっとこれからだんだんこうえーと発音とですね字がなんか英語から離れてきてですねよくわからないような感じで,ですねまあ覚えておくしかないんですけどねまあ実際、ちょっとメモとかや実際交通機関で動くしかないんでこうちょっとこの辺、心細いんですよ。私もこれワルシャワチェコは行ったことがないので,ですねちょっと一緒にどうするかなって感じでこの言葉がねちょっとどうなんでしょうって感じするんですけどボミュちょっともうこれローマ字を読みします。ちょっと皆さんねあの この辺の言葉詳しい方がいたら間違ってるよということで教えていただきたいんですけど、えー、ボフミンナードルっていうんですかねボ、えーボボ、ボフミンっていうわけですかね、まあ、ここにまず行きますよということですね。でそこで3時間24分で今度、プラガリーベンというところに到着するんですけど、まあ、約3時間半で、えー、とプラガリーベンというところですね、まあ、ここはあの、えー、とチェコの、えー、とプラハ。 に近いんでしょうかね。まあ、そういったところですかね。で、そこでですね。まあ、徒歩9分でですね。今度はですね。えー、まあ、このライブハウスなんですけども、えっ、ー、と。モドラボピ。チェっていうんですかねあ。もうちょっとイタリア語ではボピセですかね。ちょっとこれも。発音があれなんですけどね。モドマ、まあ、ちょっとイタリア語風に言うと、モドマボピーチェなんですけどね。まあ、ここがプラファの、あの。 えーとまあ、会場でですねこれもちょっと見ていったら写真とか見るとですね少し牧歌的な感じなんですよねなんかこう何でうかね外の何ですか、ね、木造というか,なんていうか、ね、あの外でこうねなんかみんなでこうビールでも飲むようなチェコビールでもの飲むような会場って言うんでしょうかねちょっとなんていうか木造みたいなところがあってですね少しどんなところなのかなっていうのはねちょっと私も想像ができないんですけれどもまあなんとなくねあの 雰囲気的にいい感じって言うんですかね、田舎ってうんでしょうかね、まあ、そういったところのなんうか、ね、ライブ会場といいますかね、よくありますよね、あの野外のね、まあ、そんなイメージですかね、なので、少しちょっとねあの、開放的な感じで演奏できるんではないかということでですね、あのまあ、ただでするまあ、そんな遠く、新要な駅から9分ですからね、あのそれほど遠く,遠くない場所だと思いますのでね、えーとまあ、ちょっとここも堪能したいというか、面白いかなと思って、こうチェコをね、あの見ていくのがね、ちょっとこの、 少し面白,い面白いですよね、チェコねあの。なので、このチェコも2箇所あるんで、もうチェコはやっぱり今回はあれですかね、重点地域ということで、えっ、ー、と、プラハのね、ところを見ていただくということになります。えっ、ー、とですね、じゃあそこはまあ、プラハに泊まるというのがやっぱりいいでしょうね、プラハですね。で、えっ、ー、と、11月15日はもうプラハに泊まるということで、えー、行きます。で、えっ、ー、と、その後でですね、えっ、ー、と、まあそこから、あの、いろいろね、やってこう、翌日もね、まったりプラ,プ,ラハだプラハからですね、あのチェコで、 もう一回コンサートがあるわけですけどもここがちょっといろいろ乗り換えてですね行かなきゃいけないのがちょっとなかなかちょっと心が折れるというか大変だってねなかなか難しいところがあるんですけどまずえっとですねここもこう完全にですねえっと発音と文字が分かりにくいんですいません違うかもしれませんが「K」と書いて「ずいずこうぶん」ですかねなんかちょっとあかるんですけどそこに2時間50分かけていきますそしてですね オオーラー,、えー、とオーララだったんですかねここに行ってそこで10分かけて今度ですねフローレンクって言うんですかあの、まあ、ちょっとそこに行きますそれでプラーハフロー、えー、ランクというところに行ってですね2時間10分かけて今度はですねここは読めるんですけどねあの大都市のチェスケーブジェチェスケーブジェヨビッツェというところですかねあのそこまで行きますで5分行くとですね、えー、とこの MC ファブブリカというあの、まあ、ライブ会場ですねあの、まあ、ロックミュージッククラブということで、まあ、普通の何ですか、ね、いわゆるこう建物の中にあるというような、ね、イメージなんです、まあ、ちょっと外から見るとですねそういうロックライブの感じには見えないんですけどもその中の一角に、えー、とこの、ね、ロックミュージッククラブがあるという印象ですね。あのということで、えー、と MC ファ,、えー、とファブリカというとかチェコのです、ね、チェスケ、えー、ブジェヨビッツェというところにありますので、まあ、ちょっとそこでですね、えー、とゴブリンのライブがありますので、まあ、そこを で、見てみるということで、まあ、どんな感じなのかなという、まあ、本当に、まあ、ライブでね、すごく面白いと思うんですけども、中身がね、ちょっとまた、これもちょっと不安な感じがするんですよね。まあ、ちょっと、こわごわいくという感じになりますよね、どうしてもね。こう、たどり着くのかどうかっていうのは、ちょっと、この辺がですね、あの心もとないんですけどね、あのまあ、行けたとしてですね、えっ、ー、と、まあ、チェコで、この辺はやっぱりこう、怖いんでですね、やっぱりこの、 近辺に宿を通った方がいいですよね。あのチェスケーブジェオビツエと近辺のホテルに。まさか、あれですかね、あの遅くなると怖いんで、とりあえずねあの、とりあえず何でもチェックインですね。チェックインを先にやって、えっ、ー、とね、MC フェブリカで堪能するという感じでしょうかね。えー、という感じですね。えー、とそしてですね、えっ、ー、と、11月16日の翌日が今度はで、ね、ハンガリー行かなきゃいけないですよね。でこれ、ハンガリーもなかなか大変でですねあの、ブダペストというところになります。でまあ チェコからブダペストなんですけどもここがですね、えー、とそこそこ行けるのかなというんですが、まあ、これもです、ね、移動が結構あるんですよねで11月11日また朝早く出てですねチェスケ、えー、ブジョービッツェ、えー、の駅からですね今度はです、ね、プラーグ、えー、ナクニゼッチってうんですかねそこに2時間15分かけて行きますそしてですねそこで15分ぐらいでですね、えー、とヘアブニ ナドラーズィっていうんですかね、まあ、そこに行きます。そしてバスで、今度はプラグですねあの。そこまで行きます。そして3時間55分ということでですね、あのまあ、バスに乗って、まあ、約4時間ですね、まあ、ここがちょっと長丁場になるんですけどね、むしろでもあんまりごちゃごちゃです、ね、この乗り換えのところってこうよくちょっと不安ですけどね、まあ、乗ってればね、必ず行けるんで、まあ、プラグまでたどり着ければね、閉めたものという感じになります。そしてですね、約4時間弱で、 えー、ビエンナインターナショナルバスターミナルということ、まあインターナショナルバスターミナルなんで、まあ、比較的英語も通じやすいんじゃないかなとちょっと安堵してるんですけどもここでですね「ビィエンナ」というところに行くわけですねそしてそこからですねブダペストまでここでも3時間半ですだか,だからブダペストとプラグの間というのは比較的ですねおそらくこここ国際線国際線って国,国際間のバスになりますので、えー、と英語もね大丈夫だと思うんで、まあ、この辺で逆に言うとローカルのところが怖いんですよね ちょっと全くね、私もこうイタリアとか、ドイツ、フランスのね、ちょっと主要な言語ならどうにかなるんですかね、この辺がですね、非常にちょっと土地感がないんであの、どうしようかなって感じなんですけども、ビエンナインターナショナルバスターミナルから、今度3時間半でブダペストまで到着するということでですね、まあえー、ということになります。そしてですね、ブダペストまで来ればいいと思うんですそこからですね、えっ、ー、と、ちょっと移動で,ですね、セ、えー、ントルラクテル、うん、って言うんですかね、まあそこで、 までで行ってですね。今度は9分歩けば今度はですねこのブダペストのライブハウスですけどブルーヘル &KVLT クブルトって,言っていって言うんですかねクブルトっていうんですかねまあそういうあの、まあ、ブルーヘルってですかねまああの青い地獄っていうんですかねそういうあのライブハウスがありますのでまあここまでたどり着くということですのでまあブダペスト周辺にやっぱりここも宿泊をするという形でえっ、ー、と、ね、ハンガリーでえっ、ー、と ゴブリをね1日見るということとになりまますねえーとまあこのたここまでねハンガリーでブダペストの、ね、ゴブリを見るためにここまで苦労するかというとなかなかねあの、真の不安であれば心が慣れないんでしょうけどなかなか怖いものはあると同時にです、ね、これ1日ですからねこうハンガリー旅行をするならいいんですけど、ね、ちょっと知り合いとかがいればいいんでしょうけどちょっとなかなか1人で行くとなるとね厳しいかなと思うんでね大変ですね。で、その次がですね、えー、と今度はですねブダペストで1泊した後ですね次がですねあのー、ルーマニアに行きます。 とということで、まあ、あのハンガリーからルーマニアなんですけどもここがちょっと距離があるんですよね。でえー、と日程的にもですね11月17日の翌日ではなくて、まあ、11月19日が、えー、とルーマニアのですね、えー、とライブになるということでこれ1日には着かないですよね。あのまあ、移動だけでですねあの要するに行って演奏してリハーサルをやるとなるとですねこれ翌日にはちょっとできないんじゃないかなという形になりますので、まあ、かなり移動があるので、えーとまあ、1日には着かないのでブックレストに。 まあ約か24時間ぐらいは見といた方がいいかなという形になります。で、えーとですね、このブルーヘルであのブ,カレスブタペストからですね、えー、とここもなんかよく次がほとんどもうルーマニア語っていうのはね、あのよくわからないっていうかです、ねあの、サスペリアのですねあのあの思想農論のね、第二ありますよね、美し使いっていうかね、あのお手伝いの、なんですかねあの、えーと、スペリアに出てくる、いわゆるパブロって言いますよね。 で彼があのルーマニア語しか話せないとかってねありましたけどもう分かんないんですよねもう。ということで,ですね分かんないんですよねってまあ、ルーマニアに行けばわかるんと思うんですけどもねちょっとルーマニアというのがねちょっとなかなか分かんないですけどまあ、ちょっとここでですねどういう形でいくかというとちょっとあの駅名というかこう移動だけちょっと書いてみたんですけどねえっとえっとこの後がよく分かんないですねえっとティマルトかカからえっとブディアンナトグテールですかねあと、えっと ケレーティパリアンダナールというところからですね、ブダペスト、えーと、ケテーティまで、まあ、ここまでとりあえず、ブダペストのね、ところまで行きます。そしてですね、今度13時間49分というか、14時間ぐらいかかるんですね、これね。えー、ということで、14時間かけてですね、今度はあのブラソブトレインステーションですか、ね、あのブラソブという駅に、えー、と14時間ぐらいかけて行きます。そして2時間半で、今度はゴーラで、 ノールド、まあ、北ってことで、ノ,ノールノードっていうのは、ノールっていうかね、北ですかねゴ、ゴーラ、北駅っていうんですかね、まあ、ゴーラでノール,ノールドというところに行ってですね、そこからですね、えー、とピエタ、えーと・リュウというところまで、まあ、移動します。そこから、まあ、徒歩でですね、今度はですね、ブカレストのですね、あのクアンティックというあのホールですかねあの、ライブハウスです、まあ。これもなんか不思議な感じなんですよね。 とということでブカレストのクアンティックにまあ移動するということでまあここでですねえとライブをねもう堪能するということで2日かけて1日以上かけて来るとクアンティックのために。ということですねまあでそんな形で,ですね今度はですねあのルーマニアもこれ1日しかいられないのであのもう本当に見るだけという形でですねあのまあルーマニアもなんかいろいろねあのせっかく行くんでいろんなものを見たいなと思うんですけどもねあのまあゴブリン主体で動きますのでね。 ちょっとなかなかね厳しいかなということになります。ということで、えっと、19日が、えっと、この,、ね、あのブカレストですね、ルーマニアの首都のブカレストに行きますけど、えっと、その次の翌日ですね、今度はのブルガリアに行くという形になります。で、11月20日ということで、ちょっとまた,やった朝早いんで、毎回朝早く移動ということになって大変なんですけど、ゴーラデ・ノールドまでまず行きますねあので。そこから9時間かかるんですよねあの。9時間かけて今度ソフィアです。ソフィア中央駅ということで、あの ブルガリアのソフィアにまあ9時間で到着するそうなのでえとソフィア中房駅行ってまあ今度はソフィアからまあ直接行けるということでまあ比較的ソフィアから近い場所なんですけども今度はですねクラブえとリブ、えー、とラウドっていうんですかねあのいうところがありますのでまあここはですねもう本当に最後に近づいてきてますのでえとねブルガリアでまあ 演奏1回だけなんですけどもここであのゴブリンをね担当するということでまあ本当に小規模といいますかねライブハウスだけなんでねまあ、1日だけってもったいないっていうかなあのゴブリンにとっても1日で過ぎてしまうのもったいないけどちょっと観光でもしたらいいのにななんて考えるんですけどもやっぱりそれ、ね、これ仕事といいますかね、まあ,あのそういうツアーでやってますんでねあんまりこうまあ、移動してねあのなやっぱりねそれなりにこう人も動くのってねあのなかなか大変だと思いますけど、まあ、1日でこう済ませるという形になりますかね、まあ、ルーマニアだとなんだよルーマニア えー、ルマニアに対してはブルガリアってどんな料理があるのかってあれですよねブルガリアのねなんかこうちょっとね調べておかないといけないなと思いますけどまあちょっと一泊だとねちょっと寂しいですけどねあのブルガリアで、まあ、のソフィアで過ごすということになりますでそこでもういよいよ最終日なんですけど今度ですねソフィアからベオグラードですねあのセルビア共和国のですねベオグラードに移動するという形になりますでこれはですねもうなんかこうブルガリアからベオグラードどう行くのっていうとあれもんでこれはもう一 でこう飛行機を使ううととといいいことにしたいと思いますあの行けばですねあの1時間ぐらいで、まあ、行けるので、まあ、例えば東京と大阪とかでもですね飛行機使う場合がありますのでもうこれはですねもう一気に飛行機で行くということにしたいと思いますでソフィアからベオグラードまで飛行機で行って今度はですねベオグラードの、えー、とドンオムランディーネというですね、えー、とこれも ライブハウスがありますので、そこに行ってですね、まあ、最終日をこう堪能するということになりますね。ということで、まあ、あのここが最終日ということで、11月21日ですね、えー、ということになります。えーとまあ、ここまで行って、あのベアグラードまで行ったら、まあ、どうでしょうかね、あのまあ、日本に帰ってくるということになるんでしょうけどね、なかなかね、えー、とこういう道のりで、なかなかね、あの長い道のりを過ごすということになりますけどもね、えー、とどうなんでしょうかね、あのまあ、ちょっとここまでついてくるということでですね、まあちょっとこれでもですね、 あの、まあ、アメリカ横断のツアーというよりはですねまあ、回数的には短いんですけどねあの短いんですけれどもちょっといろんな国をこうポコポコと移動するというところで少しね大変なのかもしれませんけど、ね、特にああれですすよねあのかかなんすかこう国境をまたぐというところが結構ありますんでねこれ本当にこういうふうにうまくいくのかなというところ非常に。こう あの不安ではあるんですけどね。まあ、こういう状況があります。ということでですね、まあ、11月21日、あのまあ、ベビアオグラードのセルビアで締めるという形でですね、まあ、最終的に打ち上げるという形でしょうかね。ということでですね、まあ、ちょっとこれでちょっといくつかですねあのい、いくつかの動画に分けてですね、えー、とゴブリンを追っかけて旅をするという話をさせていただきましたんですね。まあえーとまあ、これを実現できるかどうかというのはですね、あのなかなか大変なところもあるかと思いますけれどもですね、まあ、もし実現できなければですね、いろいろとこう、なんですかね、まあ、Google マップとかですね、 えとまあ、ストリートビューなんかで楽しむという形がいいのかなと思います。あのなかなかご時世的に、ね、難しいこともあるんですけど少なくともですねちょっと空想するだけでもですね楽しいんではないかと思いますんでね、まあ、ちょっともう一回あの見直していただいてですねこう一緒にねゴブリンの演奏を見つつですねこう旅をするというのがねやっぱりこう醍醐味だと思いますんでねもう少しゆっくりいきたいなと思うんですけどね。ということで、ね、あのいろいろと,、えー、とご紹介させていただきました。 言語がたくさんありますんでね、まあ、ちょっと大変だと思いますけどもね、あのーまあ、一緒にね空想だけでもですね、旅をしていただければと思います。ということで、ね、今回は終わりにしたいと思います。